自信がない。自分の意見が言えない。他人にどう思われるか、過剰に気にしてる。どう今のお前に頭ってない厳しいこと言うけど、こんな状態で生きてるやつ今後、生きていく上で、散々な目にあっていく。自信がない状態で、生きていくことは、男として許されないから。どういうこと、ジョージ自信なくても別に生きていけるよ。自信なくても大丈夫だよ。自信なんてつける必要ないよ。 まあこういうことを言う奴が現れるのは知ってるんだけど多分そういうこと言ってる奴も自信がない状態で生きていくことがどれだけきついかどれだけ厳しい状況に置かれるかどれだけ散々な目に遭うのかまあうすうす気づいてるんじゃないかと思うそして過去にも自信がないことによってたくさん損してきたんじゃないかと思う自信ってのは男の人生において全てだと言っても過言じゃない自信が全てよ どこ行っても、何やっても、何をするにしても、仕事において、恋愛関係において、人間関係において、自分の健康において、自分のメンタルヘルスにおいて、すべてのエリアにマストな要素なんだよね。で、これに欠けてると、 許されないわけよ。で、この許されないってのは、別に社会的に許されないとか、まあそういう要素もちょっとあるかもしんないけど、一番許されないのは何でかっていうと、お前自身が自分を許せないからなんだよ。お前は毎日毎日生きていく上で、すごい残念な気持ちになる。自分に自信がないと。何するにしてもうまくいかない。デート誘ってもうまくいかない。仕事場でもうまくいかない。学校でもうまくいかない。周りから散々な扱いを受ける。周りから適当に扱われる。リスペクトがない。これは俺自身も経験したこと。大学入って人生初めてのバイト。2ヶ月でクビ。理由。 自信がないから。お客さんを接客する自信がなかったから。お客さんに聞こえる声で、お客さんが頼んだ料理を運ぶ自信すらなかったから。わからないことがあった時に、先輩に、これわからないですって、質問する自信すらなかったから。毎回毎回、バイトに出勤するときに、俺は不安な気持ちに襲われてた。恐怖に襲われてた。マジで行きたくね。マジでやりたくね。今日も失敗したらどうしよう。今日も怒られたらどうしよう。こういった余計な感情をたくさん抱えてたんだね。そんな自信のない状態で、毎回出勤してた俺は、 必ず何かしらやらかすんだ。よ必ず何かしらミスするんだ。よ必ず何かしら注意を受けるんだ。よ で、負のループは続く。さらに自信なくなる。さらに恐怖が増える。さらに不安が増える。まともにバイトすらできない自分。どん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 セルフイメージが下がっていく。どん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 自己肯定感が下がっていく。多分今バイトの話をしてるけど、おそらく今自分の職場で同じような経験をしてる人はいるんじゃないかと思う。たくさんいると思うよ。で、そういう状況に置かれるのは自信がないからなんだよ。恋愛においてもそうよ。デート行ってもまともに男として見てもらえない。次のステップに踏み込めない。友達止まり。連絡返ってこない。お前に自信がないからよ。デートでおどおどしてるからよ。緊張してるからよ。 自分の意見言えないからよ。相手の目の色ばっかり伺って、表面的な会話しかできないからよ。そうだよね。だって、相手はお前に興味があってデート先に来てるわけだから。お前がそのデート先で自信持って、男らしく振る舞って、自分を表現できてたら、多分次のチャンスあるよ。高い確率で。じゃなかったらそもそもデート来ないもん。デートってのは、その女性がお前をしっかりした男なのか判断する機会なわけよ。そのチャンスを与えられてる時点で、そのチャンスを物にできなかったってのは、お前に問題がある。まあシンプルに、 お互いが合わなかったっていう可能性があるけど、ほとんどの場合、男に自信がなかったっていう時に、うまくいかないんだよね。男として見てもらえないんだよね。次のステップ絶対踏み込めないんだよね。で、それの大きな理由も、お前に自信がないから。ね。それ以外でも、そうよ。職場で。営業担当です。物を売らなきゃいけないです。俺ならできる。 俺ならこれを売れる。俺は営業が得意だ。上手だ。俺はコミュニケーションが得意だね。そう思えないと。そういう自信がないと。お前は売れないって。で、俺も営業の仕事を半年以上してたから。わかるけど。毎回契約取れた時は、自信持って接客できた時。相手の目を見て、はっきりと自分の売ろうとしてる商品の良さを伝えれた時。スポーツでもそうよ。 俺長い間サッカーやってたけど、一番いいプレイできる時は、俺ならできる。俺なら決めれる。俺が一番うまい。そう思えてる時なんだよね。最高なプレイするよ。自分に自信がある時は。反対に、自分に自信がない時チームの中で自分が一番下手だと思ってた時自分なんかがボール触ったら、チームメイトに迷惑かけるって、そう思い込んでた時ゴミよ 案の定ゴミプレイ案の定消極的なプレーじゃそのうちチームメイトからパスも回ってこなくなる消えた存在試合の中で常時にはパスするなねそんな声も聞いたことあるどれだけ最悪な気分になるスキルやってるスポーツ自信持ってできない自分のやりたいプレーができない他のメンバーから見下される他のメンバーから雑魚扱いを受ける最悪な気分になるんだよね自信がないと散々な扱いを受ける散々な目に遭う間違いないことだと思う多くの人が今俺はここまでで話してきたエピソードに共感するんじゃないかと思う絶対みんな人生のどこかしらで 同じような経験してるから自分に自信がないせいで自分自身で雑魚だと思ってるせいで相手にもそう思われる相手にもそういう扱いを受ける人間関係においてもそうよね、仕事帰りみんなで遊びに行こうって話になってる自分だけ誘われないなんでだろうその職場においてお前が消えてる存在になってるからじゃないの声を上げて自分の意見を言ったことがないからじゃないの自分から人に話しかけたことがないからじゃないの自信持って振る舞えてないからじゃないのぶっちゃけた話しようぜ人間は自信がない人が嫌い お前自身もそうだよ。お前は自信がない人嫌いだよ。お前今自分の身の回りにいる自分の友達を思い浮かべてほしい。お前との関係において対等じゃないお前との関係において自信持ってないお前自身も仲のいい友達を思い出せって。お前はそいつに対して自信持ってる。 そいつと一緒にいるときに、ありのままの自分でいる。自分を表現してる。自分の意見を言ってる。自分に自信持ってるんだって。相手を過剰に上に置いてないんだって。対等な関係で見てるんだって。だから友達なんだよ。だから一緒にいて楽しいんだよ。これが、例えば、相手をめちゃくちゃ上に置いてて、自分をめちゃくちゃ下に置いてて、自分が言う一言一言過剰に考えすぎてて、相手にどう思われるかビビって、表面的な会話しかできない。上辺な振る舞いしかできない。こんなんだったら、友達になれないんだって。お前に、 自信がないから男にとって自信はスーパーパワー反対に考えたら男にとって自信がない状態は本当に致命的だから今お前が自分自身に自信持ってないんだったらそこをどうにかしないとお前はあらゆる場面で苦しむことになるよ今すぐに手をつけるべきエリアだよだって全てに影響するんだもんねさっきも話したけど恋愛でも人間関係でもねスポーツでも何においても仕事でも自信あるかないかで 全てが変わる。じゃあ、ジョージどうしたらいいの自信どうやってつければいいの俺、自信ないよ。過去の動画で話したけど、自信は作り上げるもの。努力と結果からしか生まれないもの。そもそも自信とは何かってところを考えてほしいんだけど、自分を信じてるかどうかないよ。そして、自分に対する誇り、プライド、そういったところなんだね。 自信ってのは。だから毎日の生活でよくやった自分って思えるような努力だったり、もしくは決めた目標を実際に達成する。他の男に勝つ。こういったところから自信ってのは生まれる。自分はしょぼい。自分は雑魚だ。自分には無理だ。自分なんて、自分なんて、自分なんて。これと真逆の状況に自分を持っていかなきゃいけないんだね。で、それをやる唯一の方法は、挑戦し続ける。努力し続ける。その中でたくさん失敗するかもしれない。うまくいかないこともあるかもしれない。ただ、その挑戦。 努力のの中から一つつや二成功体験を得るそこで、ああ、俺にもできるじゃんっていう実感を得るってこと。それが大きな自信になるんだよね。で、一つの分野でそういった経験を得ると、お前はそれをいろんなところに波及するようになるから。例えば、毎日厳しい戦いに勝って、かっこいい体を作り上げたとする。かっこいい体を作り上げるようになったら、お前は、そのかっこいい体を作り上げた自分っていうのを、他のエリアでも活かせるようになっていくから。 こんな厳しい戦いに勝てたんだったら、じゃあこれもできるよね。あれもできるよね。そういう風にマインドは変わっていくんだよね。そしてその成し遂げた一つのことっていうのは、常にお前のプライド、お前の誇りとして残り続ける。自信がある人の特徴を思い浮かべてほしい。なんか自分を誇りに持てるような要素を持ってるんだよね、そいつらって。めちゃくちゃすごい得意を持ってるとか、めちゃくちゃ金が稼げるとか、かっこいい体を手に入れてるとか、コミュ力があるとか、そういった他の男に勝てる要素、自分を誇りに思えるような要素を持ってるんだよね。で、自信がないやつに多いのは、そういった要素を 一つも持ってないっててなないいこと証拠がないんだよ自分は自信持っていいんだっていう証拠を持ってないんだよそいつは今自分に一切の自信持てなくて苦しんでる人ってのはまずは証拠を作れって俺は自信持ってもいいんだって自分に許可与えれるように何か証拠をつかめって今直面してる試練乗り越えろって何か達成しろって目標を掲げてぶっ潰せって他の男にない何かを手に入れろって何かを身につけろってもしくは自分が自信持てるようになるまでその自信が持てない場面に何度も何度も自分の身を置きまくれって 女性とのデートとかもそうよ。それは今まで一回も女の子とデートしてこなかったら、最初のデート緊張するに決まってんで、自信持てないに決まってんだよ。何すればいいか分かんないに決まってんだよ。何度も何度もその環境に自分の身を置けって、乗り越えろって。さっきも話したけど、そういう風にして挑戦する試練に立ち向かうことで、お前は自信を身につけるから。それしかないんだって自信が身につく方法は。今お前は抱えてる恐怖、不安、悩み、ストレス。それに正面から立ち向かって乗り越えることなんだって自信をつける方法ってのは。 打ち勝つことなんだよ。前回の動画で話したけど、もし今、何も、自分に対して誇りに持てるようなことがない。だったら、とりあえず筋トレしろって。間違いないよ。今、日本の95%ぐらいの男たちは筋トレしてないから。お前筋トレしてある程度かっこいい体作ったら、もうその時点で、お前は何かしら、一つ、自分に自信持ってもいいっていう証拠をつかめるから。いいもちろん筋トレだけすれば全ては解決、とかっていうつもりはない。ただ、絶対メリットをもたらすから。絶対一定の自信に変わるから。そのかっこいい体を作り上げた自分っていうのは、 何かになるから。お前の自信に絶対何かをもたらすから。だって作り上げたものなんだもん。努力によって身につけたものなんだもん。 それは自分に誇り持てるようになるに決まってんじゃんよ。ね、毎日ネットフリックス見てジャンクフード食って、適当に過ごして、時間になったらシコって。そんな生活してるやつより、それは毎日自己規律持って、食事と筋トレね、しっかり睡眠とって。そういう生活してるやつの方が自分のこと誇りに思えるに決まってんじゃんよ。自分に自信つくに決まってんじゃんよ。だから何から始めればいいか分かんない。自分に1ミリも自信がありません。自分のこと好きになりません。自分に誇りに思える要素が何もないです。っていうんだったら、とりあえず筋トレしろって。ね。 努力した分だけ体に現れるから。特に最初の1年、2年、3年は、努力した分だけ自分の体に現れるよ、結果が。で、その目に見える結果ってのは、自信持っていいんだっていう証拠になるから。自分を誇りに思えるような要素になるから。で、それこそが、お前が他のエリアでも自信持つための鍵になる。波及するから、自信ってのは。まあ、そんな感じかな。難しく考えすぎないで。とりあえず、やることやれば自信つくよ。きつい時こそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。